山口組の礎を作り、美空ひばりを芸能界に送り出す伝説的カリスマヤクザの正体とは、日本最大規模の暴力団山口組の礎を築き上げ、美空ひばりからはおちちちゃんと呼ばれるほど慕われた。政財界とのコネクションも持ち、あらゆる分野でその名を轟かせるなど、神として崇められることも珍しくないヤクザがいた。その男の名は田岡一雄だ。ここでは、別冊宝島編集部による日本のヤクザ100の喧嘩を引用。暴力で成り上がり、時代を動かしたカリスマヤクザ田岡一雄の生涯を紹介する。山口組を日本最大規模の団体に押し上げた男。類まれな人心掌握術を操り、有能な子分らを数多く従えることで、三代目山口組の田岡一雄組長は、神戸のローカル組織を日本最大規模にまで押し上げることに成功した。その功績は1981年に亡くなってから40年近くの時間が流れた現在でも全く色褪せていない。日本一の子分を自称した山県こと山本健一、三県組初代組長、大軍団を率いた盆のこと菅山佐夫、菅谷組組長、田岡三代目が亡くなった後、山口組を脱退し和和会を結成した山本博、山広組組長、その山広組長と四代目組長の座を争った竹中正久、竹中組組長といったスターヤクザの子分だから、神のごとく数崇められていた。そうした印象が強いせいか、田岡三代目自らが抗争に関わった姿は想像しにくいかもしれない。だが、田岡三代目も若き日には度胸と腕力を武器に、対立する相手や組織と、命がけの真剣勝負を重ねていたのである。27年に高等小学校を卒業した後、旋盤工の見習いとして就職。しかし、現場主任からの理不尽な横暴に耐えきれなかった田岡三代目は、暴力を振るって抵抗したため、あえなく解雇処分を受けた。山口組との淵の始まり。あてもなく神戸の繁華街を歩いている際、小学校の同級生だった二代目山口組、山口と組長の次弟と再会を果たす。この偶然をきっかけにして、田岡三代目と山口組の淵が始まった。博打修行に精を出す傍ら、毎日のように喧嘩を繰り返していた田岡三代目は、ある時、柔道の猛者に路上で因縁をつけられた。その際、とっさに突き出した指が相手の目に入って見事に勝利を収めたという。その後、神戸の不良たちを相手に目つぶし攻撃を重ね、見事に必殺技を習得。以来、喧嘩では連戦連勝したとされる。公演中の舞台に上がって芝居をぶち壊す。30年には、山口組が用心棒を務めている芝居小屋港座の責任者と揉めたことが原因で、公演中の舞台に上がって芝居をぶち壊すという暴挙に出る。本来なら山口組から追い出されるところだが、山口と二代目は田岡三代目の威勢の良さを気に入り、本格的なヤクザ修行を積ませた。山口組という強力なバックボーンを得た田岡三代目はさらに戦闘性を増していく。32年には、山口と二代目が後援会の会長を務めていた大関、玉錦と揉めた力士、宝川の寝込みを襲って、刀で頭を切りつけ、防ごうとした宝川の右手指を切り落とす事件を起こした。続いて34年には、神戸港の会員組合での労働争議に関わっていた山口信二代目の舎弟が、組合員らに殺害される事件が発生する。
そこで田岡三代目は労働総理本部を襲って組合長を切りつけたのだ。暴力でのし上がったカリスマ。こうした田岡三代目の暴力性は山口二代目には好意的に映ったようで、36年に正式に親子杯を下ろされている。田岡三代目はその時に14歳、最年少なおさんの誕生だった。そして37年には、素行の悪さから山口組を破門された大長正吉とのトラブルを発端に、その実弟の大長八郎と決闘することとなった。熊と呼ばれた田岡三代目と、八と呼ばれた八郎は、かつて気の合う仲間だったという。だが、田岡三代目は迷うことなくヤクザの筋を選んで八郎を一刀のもとに切り捨てたのだ。この大長事件により田岡三代目の有名は急速に広まったが、大将として懲役8年の刑を受ける。43年に刑期が2年短縮され出所すると、山口と二代目はすでに前年に寮で他界していた。落ち込む田岡三代目だったが、2年後に日本は敗戦国として終戦を迎え、国内は混乱期に突入する。神戸の街で元寮米兵や不良外国人が悪事を働く治安が悪化。それを見かねた田岡三代目は懐にピストルを忍ばせ、彼らと対峙したのである。次第に、付き従う者たちが現れたことで、田岡三代目の名は一層高まっていったという。田岡一夫の船で、46年、ついに田岡三代目は、山口と二代目の遺言もあって山口組三代目組長に就任。社大と若衆を合わせてわずか33名での船出となった。田岡三代目は賭場の運営に見切りをつけると、戦前から手がけていた浪曲の興行に力を入れるようになった。芸能プロダクション神戸芸能社を立ち上げ、新空ひばりをマネージメントすることにより業界で一気に勢力を伸ばした。さらに、興行界での地位を決定づける事件が53年に発生する。当時、人気俳優だった鶴田浩二を三権組長らがレンガなどで襲撃し、重傷を負わせたのだ。田岡三代目も犯行を指示したとして逮捕されたが、前年に鶴田のマネージャーの非礼に不快感を覚えたが、三権組長らに指示はしていないと主張し、不起訴処分となった。暴力で芸能界に名を馳せる。現在なら暴力沙汰を起こす芸能事務所は評判を落としそうだが、田岡三代目と揉めたら何をされるかわからないとして、神戸芸能社の権威は絶大となったのだ。この興行面と、すでに進出していた神戸コーデの公安に200秒で得た莫大な収益をもととして、山口組は50年代から全国進行作戦を展開。命知らずの配下組員らが死闘を重ねた結果、全国各地に必死の大門が掲げられるようになったのである。田岡三代目の比類のないカリスマ性と、若き日に爆発させた暴力性が、未だ隆盛を誇っている山口組の礎となっている。車両特攻、銃殺、放火、現在も収まらない山口組同士の抗争はなぜ起きてしまったのかへ続く。